外壁倉庫を破壊するのは不可能だ。侵入できそうな通路がある。急げ。内部ヤツめ、触腕で侵入口を塞いだか。侵入口の触腕とつながっているな。あれを破壊すれば。シーシーの姿がきらめく星のようだ。予想通りだな。攻撃を続けろ。シーシーの姿がきらめく星のようだ。ミオ奏者どうだ。世の女神っぷりは今の世と奏者であれば星の船であろうと倒しきれよ。注意して回避しろ。避けられないのであれば破壊しろ。今の君の力なら可能なはずだ。システムが侵入者を排除したのか。またあのプロテクトにかかるのはまずい。侵入口を変えるべきだ。逆側から侵入し、もう一つの中枢を破壊しろ。
最後の機会だろう。覚悟は？いや、聞く。次元よりの魔力収束だが、星船に付与された演算機能はムーンセルと同等だ。即時解析完了。完全防御用のシールドを多次元展開、放ってみるがいい。セイバーヴィーナスなどとい少子変わらぬものがありながら、しかして目に焼き付けよ。14,000年における星の勝利が希望。こたびの勝利は花尽きぬ舞台よりはるかキャリタスと言おう。おいおい、なんだ。気持ちは大いにわかるが、そう言ってやるな、クーフリン。これはあなたは成し遂げたのですね。優勢エネミーの沈黙を確認しました。エネミーだけではない、未明領域の神々をさえ味方につけたか。おやおやや、戦ってぶち壊したと言ったよ。
アルテラの語った通り、優勢のかけらが破壊されたことで未明領域、つまり我々は勝利したということだ。おお、なんということ。神霊になる前の神々が敗北した。でもまあ、私も勢いで制裁ずらされるのは耳にピクッときます。愛の勝利であり、この剣だ。奏者、このような場面に涙では。ほら、世界の誰でもない。要は、一度はアルテラメとの約束、世が破壊したのは優勢と愛する者を救う者なのだ。そなたは、その、秘密にして、うまくいかなかったら気まずい。そなたも世も、量子で構成された虚構世。おはよう、アルテラ。お、優勢。文明は貴様の敵ではないし、その身は地上と月の情報をもとにフェルバーが作っ、フェルバーは破壊したが、そこから生まれた。そなたの人生はこれからは破壊。ようこそ世界だから。はい、うむ。ぼーっとしている。
歴まみれなの。もう覚えておきなさい、コリス。私だって諦めない。私たちはどうあっても愛不思議ですね。確かにな。統合を果たした時から。止めるな、奏者。これは我が最後に甘き果実のごとく。いいよ、させませんと。奏者よ。分かっているな。無理強いとは無粋ですね、セーバーさん。質量料理か。褒めてませんから、玉森流の当て。ご主人様、もしやどちらも違ってどちらも良いか。セーバーさん、こにゃーと頬をだらけさせてな。ここまで来て無効試合なんて、私はごめんこむ。今こそここで焦るでない、キャスター。要はさすがセーバーさん。ふふふ。ではご主人様、水菜と牡蠣と豆腐のお鍋、もちろん箸休めにはおばんざい。さらにささご主人様、たんとお召し上がりくださいませ。いやいや、待つのだよ。とて負けてはおらぬ。エメン、最高の美酒とさ。セーバーさん、ご主人様ですが。そこはそれ、なんとその手があったか。ではよも献立、黄金がごときチーズに蜂蜜を、パンもよいが、昔なトロイヤ豚は、ヨガ切り分けて
グラも焼きたてであるし。あ、か、はあ、キツネが何を、ニコ、かわいいかわいい玉、何を言う。虫やカタツ、突然キツネの側に立たないでく、そうじゃよ、キツネ代表はほっ、プラセンタ、ん、ともあれ、好きなものを食、それは聞き捨てならないと、うん、その点、用の料理を見よう。すべてはローマへ通ずだ。貴様が京料理なるものを選んだ時点で、なんですその理屈。何が文化。しかしだな、奏者。ご主人様。でも真似、真似とかなんです。文明ん、お料理はいい。アルテラク、奏者と二人きりなのだ。ダメですか。いいえ、二人きりじゃないですよ。ダメですか。ああ、その、ええ、まあ、今、うーん、あの、あ、おいしそう。右のお料理も、左の、これはどちらがいい文明、どちら。アルテラ、悪い文明など世界のであるがゆえ、どであろうキャスター。しょうがないですね。そ、味も栄養も保証しましょうとも、悪いものなんて一辺たりとも入っていません。そう言いま、うむ、キャスターよ、腹をすかせた無垢なる少女、キツネとしてって何ですか。はい、うむ、ベルバー2、すでにクォンタムタイムロックに入ったか。実に人の文明と神の執念、欠陥品であるお前たちだが、お前たちの勝利。だがベルバーはここへと至ろう、破滅の星よ。どう